説です。毎週月曜日は神戸在住の経営コンサルタント CF ステーション社長の山本雄二さんです。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。お願いいたします。今までで経験したことがないような激動の年明けだったわけですけども、今年1年どのようになりそうなのか、ちょっと皆さんも大きく不安を抱えている方多いかもしれません。山本さんはどのように感じられますか？そうですね、今年は本当に衝撃的に元旦にですね、能登半島で地震が起こったということで、かなり甚大な被害が今も出ているということが少しずつ分かってきてますけども、かなりショッキングな情報から元旦を迎えたなと思うんですよね。で、私もちょっと初詣が終わって家に帰る時の速報のニュースと、あと関西も少し揺れたんで、地震だと思って、で何だったのかなと思ったら能登半島で起こって、しかもかなり規模の大きなものだったということで、簡単に来るんやっていうのは、ちょっとみんながこう新年を迎えてっていうところで、本当に腰折れされられるようなっていうところで、少し痛ましいものがあったなと思ってるんですけどね。この能登半島地震、そのあたり少しね、群生性 の地震はずっとこう頻発してた場所なんですけども、地震が起こった時に結構その輪島であるとか、珠洲市であるとかっていうところの、情報が今どうなってるのかっていうか、あまりこうよく分かんない状態がすごく続いたなっていうのが正直あって、このあたりやっぱ能登半島の地震、ようやくこう道がどこがダメで、どうで孤立集落はどれぐらいかっていうのは分かってきたので、それに対するこう、側面支援っていうのがだいぶ加速度化されていると思うんですけども、やっぱ初動の段階でもう少しこう情報収集ができる状態とか、もしくは通信が今回途切れてしまったっていう問題がありますけども、このあたりっていうのがもう少しこう、精度が高く情報上がる手段っていうのはどういうふうにあるべきなのかっていうことを、模索する必要はあるんだろうなっていう感じは受けましたし、やはりこう情報が集まらないとなかなか効果的な手が打てないなっていうところは、やっぱり改めてですね、やっぱ経営活動するにおいてもやはり情報っていうのはすごく大事なんだなっていうことを、やはりこの地震 その初期対応とかっていうのを見てるとすごく感じましたよね。で、この地震に紐づいてまた2日目にですね、ここの支援をするために向かっていた海保機とそれから日本航空の飛行機が、滑走路上で羽田空港で衝突をして炎上してっていうので、海保機に乗られてた隊員さんが亡くなられたっていうのが、次これもやはりすごくインパクトがありまして、結構滑走路には1機しか入らないっていうその大原則が結局何らかの理由で崩れてしまった、その基本が忠実に守られてなかったが、結果にそういう事故がやっぱり続いてきたっていうところでいうと、やはり基本に忠実にやはりやることの大切さっていうことを改めてやはりこう示してくれている部分っていうのもあるのかなっていう感じがあって、やはりその部分に対して、ヒューマンエラーが起こった時にどうケアするのかっていうことの必要性とかっていうところは大事なんだろうなっていうふうに、感じさせられてましたよね。そうですね。で、やはりこう管制官とのやり取りとかっていうのも見てると、管制官のその業務の幅の広さっていうのがあって、次から次々来る飛行機、到着する飛行機、それから出発する飛行機、全部にこう目を配りながらケアをしていく、しかもやり取りが全て口頭で基本やり取りしているっていうところでいうと、モニターにですね、滑走路にこう入ってしまったらこう赤く点滅するような機能もあるということだったみたいですけども、やはりその業務の範囲がかなり業務過多になっているよなっていう感じは正直受けていて、その中でやっぱりこうヒューマンエラーが起こりやすい環境になってしまった時に、それを事故までつなげないようにどこかでこうストップができるような手段っていうのは、方法論としては取れたんじゃないのかなっていう感じは受けているので、このあたり、ミスは起こりうるものだというところの前提に立ったその、ケアの仕方、運用のあり方っていうところは、見直せる部分っていうのはあるのかなっていうふうな感じは受けましたよね。そうですね、こういうちょっと、1日2日後とですね、非常にショッキングな話がこう出てきたところではあるんですけども、今年2024年のですね、まずその円相場っていうのはやはり経済に影響を及ぼすと思っているので、
相場どうなっていくのかなっていうところを、まあ、私が思ってるその見立てを話させていただきますとね、去年、まあ、2023年っていうのはこう結構歴史的な円安に触れたんですよね、うん、ですので、まあ、あの1ドルが150円超えるっていうようなですね、まあ、状態があって、まあ、今年1月の8日の時点でも144円ということで少し戻して144円なんですよね。でこの方向性がまあどうなっていくかっていうところで言うと、まあ、基本的には緩やかにですね円高に向かっていくと私は思っているんですけども、まあ、その根拠としてはもともと歴史的な円安に触れた理由がですね、あの日米の金利差っていう言葉でよく表現されていると思うんですけども、アメリカはですねずっとこう利上げを継続していて、日本はあの利上げをやらなかった、そのままのマイナス金利でずっと走っていたところで、こう金利格差っていうところが大きく生まれてきたので、これを元にしてかなりその円を売ってドルを買うっていう動きが強かったんだと思うんですよね、うん、ですけど、まあ、今年に入ってアメリカのですね利上げもまあ終わるという話が出てきてますし、逆に日銀の方もですねマイナス金利の解除していくんじゃないのかっていうような、まあ、そういう予想も出てきたりとかしているので、思惑外も含めてですね、あのおそらく円高に進んでいくんだろうなっていうふうなことも あるんだと思っています、ただ、まあ、あの緩やかに進んでいくはずなんですけども、今年はあのアメリカでですねあの大統領選挙が行われるんですよね、はい、で、まあ、あの今現政権のバイデン大統領と、それからまあ前政権のまあトランプ大統領、前大統領が出てくるんじゃないかって話があって、かなりその経済政策の考え方っていうのは違うので、うん、まあ、そういった意味で言うと、その選挙の動向によってですね、このあたりの変動率っていうのは円安円高っていうところの動きが値動き激しくなるっていう可能性はあるんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね、うん、まあ、このあたりがやはりこう選挙に動きが左右されるところはあると思いますけど、流れ的には円高に進んでくるというところがあるので、少しまあ皆さん その普段の生活の中で、例えば輸入品とかがずっとこう高騰していったとかっていうことがあって、生活を圧迫したことがあったと思いますけども、このあたりが少しずつ改善される傾向っていうのは見られるんじゃないのかなっていうふうに私はあの予想しています。一方でですね、今年 の、 まあ国内の問題っていうところで言うと、まあ、相変わらず多分人に起因する問題っていうのはずっと続くと思うんですね。で特にこの2024年問題と言われているのが、まあ、残業規制っていうところが、まあ、本格化されることが多分一番影響するんじゃないのかなっていうふうに言われています。でこれは何かというとですね、あのまあ建設の分野とか運輸の分野、それから医療の分野っていうのは、今まであの時間外規制のですね、あの労働の規制から対象外になってたんですよね。でこれ5年間は猶予しますよっていうことで、やはりその皆さんの生活に直結する分野なので、急激にそれを進めてしまうと影響が大きいだろうということで、5年間の猶予の中で、まあ、あの状態の変化っていうところを求めてきたわけなんですけども、うん、これが2024年の4月からですね、残業規制がかかるようになるんですよね、はい、そうするとですね、まあ、年間で今まで残業できてたのが960時間まで制限されるんですよね、うん、ですので1ヶ月で言うとだいたい80時間までなんですね、うん、で、まあ、こういうことになってくるので、今まであのできてたサービスが結局、まあ、皆さんに働いてもらいたくても働いてもらえなくなってくるので、うん、サービスとして提供できないことが増えてくるんだと思うんですよ、うん、で例えば、まあ、建築の分野で言うと、あの実際に建物を建てるということが今まで3ヶ月でできてたのが4ヶ月かかりますとかですね、うん、いう話が出てくると思いますし、運輸の分野でいうと今まで翌日配送できてましたよっていうのが翌日配送できなくなりましたって話になるとかですね、もしくはあの時間指定はもうできませんとかって話になるとか、再配達はしませんので、あの営業所まで取りに来てくださいっていう話になったりとかする可能性もあると思うんですよね、うん、でまあ、医療の分野ということでいうと、まあ、やはりその実際に例えば入院を受け入れるときにベッド数は足りてるんですけども、看護師の方のシフトがうまく回せないので、1回あたりに入っている人の数が少なくなるので受け入れを制限せざるを得ないとかですね、もしくはあの診察、今までしていたお医者さんの診察がですね、例えば完全予約制になって、その時間のこの枠でしかお取りができないとかですね、っていうことになってくるということでいうと、やはりこの部分に残業規制がかかってくることでですね、
かなりまあ今でもこう人手不足感っていうのは結構あると思うんですけども、これがまあかなり進んできて大変になってくるんだろうなっていうふうに思うんですよね。でまあ、そういう意味で言うと、おそらくまあそういった分野の中で今までまあ当たり前のように提供していたサービスを、このサービスはもうそぎ落としていかざるを得ないよねっていうことが出てきて、こう割り切ってしまわないといけないことが出てくるっていうのが一つと、でもう一つはまあなんとかそれをうまく回していく、維持するためにですね、人ではないところでまあテクノロジーとか AI とか自動化とかですね、こういったものを今まではこうした方が良い程度だったものをもうせざるを得ない状況になってですね、やっぱり組み込んでいかざるを得ないっていう状況の中で、少しとこの改革っていうのは加速度的に進むんじゃないのかなっていうふうに思うところがあるんですよね。まあ、国内はやはりこの人手の問題っていうのは、これからまあ日本人のまあ人口がですね、急激にこう増えていくわけではなくて、むしろ減っていく、しかもまあ生産労働人口というところはかなり下がってくるというところがやはり出てきていますので、まあ、こういった問題というのは、まあ、2024年問題と言ってますけども、これからずっと継続していく話なので、ここの部分に対してまあどういうテコ入れをしていくか、まあ、そこでまあ体制をどう整えていくかというのが、まあ、企業をこう継続活動していくためには必要不可欠なものになってきているというところの、まあ、そういった意味での元年にはなってくるんだろうなというところですよね。そうですね。今年はパリでオリンピックがありますので、まあ、そういった世界の舞台で活躍する日本人選手をですね、応援しながら、みんながこういいムードを作っていく、明るいムードを作っていくっていう景気の木の部分ですね、このあたりがまあ社会のマインドとして上がってくると、きっと2024年も今年もですね、最初のスタートは皆さんちょっといろいろ考えることが多いと思うんですけども、後半にかけてこうぐーっと伸びてくるところが出てくると、そうありたいなと思っていますね。そうですね、日本人の知恵で乗り切りたいと思いますね、はい、お話は神戸在住の経営コンサルタント CF ステーション社長の山本裕二さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。